今回のお話は、家族関係と女子高生のスカッとするお話を2本ご紹介します。まず最初は、子供跳ねてごめんなさい。ちゃんと賠償金払います。子供が退院すると、当たり屋には金を払わない。私は愛する旦那と、幼稚園に通う春馬と、秋の4人で、仲良く暮らしている。二人の子育てはとても大変だ。毎日のように喧嘩をして、家の中はぐちゃぐちゃ。喧嘩はやめなさいと言っても、まあ言うことを聞かない。それでも二人は、可愛い自慢の軽米だった。子育ては大変だけど、なんとかこの軽米が立派に育ってくれればなと思いながら、日々頑張っている。私は毎日、軽米を幼稚園まで送り迎えをしているんだけど、そんなある日のこと。その日は冬ということもあり、道には雪が積もっていたので、自転車ではなく、歩いて迎えに行った。その雪が積もった道の先頭を私が歩き、軽米は降り積もった雪で、遊びながら後ろをついてきていた。園の帰り道は、緩やかな下り坂が続いてるんだけど、一部道が凍ってるところもあって、私は二人が怪我しないよう、気をつけながら帰ってた。すると、後ろから突然、危ない?と、声が聞こえて、A さんが猛スピードで坂道を下ってきていた。A さんというのは、子供と同じ幼稚園に通うお友達のママさん。自転車には A さんのお子さんも二人乗っている。私が振り返った時にはもう遅く、A さんの自転車は、一直線に突っ込んできて、秋を巻き込んで転倒した。秋は体を抑えながら倒れて大泣きをしている。大丈夫?ママ、痛いよ。これも立派な人身事故だ。念のために警察と救急車を呼んで、すぐさま、泣きじゃくる秋を病院へ搬送してもらった。そして診断の結果、腕を骨折していることが判明。秋は1ヶ月ほどの入院が必要だと説明された。そして待合室に戻ると、そこには警察に事情を聞かれている A さんがいた。どうやら A さんと、一緒に自転車に乗っていた子供は、幸いなことに怪我はしていなかった。A さん曰く、坂道はとても雪が降り積もっており、そのせいで道が凍結していて、ブレーキが効かなかった、ということだった。私はそもそもこんな日に、自転車で坂道を下ってくるとかバカなの?と怒り心頭で、正直、許す気になんて到底なれなかった。しかし、この時には A さんも誠心誠意謝罪してくれて、治療費に加えて慰謝料も出すから、被害届だけは勘弁してくれと言ってきた。その様子に警察官も、こう言ってることですしと、やや面倒そうな対応。まだ自転車による人身事故なんて、相手にされないような時代だったし、とりあえず、誠意を見せてもらえるなら、と、一旦は食い下がった。その後、子供の入院には保護者の付き添いが必要と、看護師から説明を受け、夫と交代で看病することになった。基本的に夫は仕事があるので、休みの日にまとめて衣服などを持ってきてもらって、一泊してまた交代っていう感じ。そのため、春間も幼稚園を1ヶ月お休みすることになった。その間は、遠方の実家に預かってもらうことに。そんなに長い期間離れなくてはならないことが心配だったが、春間もすんなりと、そのことを受け入れてくれた。そして、秋のことをとても心配してくれた。大丈夫かな?僕心配だよ。大丈夫よ。元気になったら一緒に遊んであげてね。そして、入院すること1ヶ月、ついに秋の腕のギブスが取れ、退院することが決まった。元気になった秋を見て、本当にほっとした。一時はどうなることかと思ったけど、元気になってくれて本当に嬉しかった。これで全てが解決。もう A さんのことも許そう。そう思っていた。しかし、軽米が再び幼稚園へ通い出し数日経ったある日のこと。A さんが私たちの家に怒鳴り込んできた。ちょっと、どういうことなの?確かにあれは私の不注意で起きた事故よ。だから私が、秋さんの医療費を払う責任があることは認めるわ。でも、なんで病院へ行くための交通費まで払わないといけないわけ?おかしくない?免許持ってるんでしょ?車で行けばよかったじゃない。なんでタクシーでわざわざ行く必要があるの?こんなのぼったくりよ。は?どういうこと?最初、私は A さんの言ってることが理解できなかった。もし、病院に車で行った場合は、有料駐車場に車を止めなければならない。私は泊まり込みだし、夫が休みの日以外は、ずっと病院にいることになる。そうすると、車を止めっぱなしになるので、請求がいくらになるのか計り知れない。だから、タクシーを利用していたのだが、そのことを説明しても、A さんは納得がいかない様子で。子供の医療費ならただ同然のはずなのに、こんなぼったくり認めないんだから。そもそも骨折したくらいで、毎日つきっきりで、看病する必要なんてある?過保護って、あなたみたいな人のことを言うのよ。私は背筋が凍りついた。そもそも、初めに病院に来て、看護師の説明を受けているとき、A さんも一緒にいたのだ。だから、つきっきりで看病しなくてはならないことは、聞いていたはずだし、今更何を言っているんだ?助
確かに、治療費だけならそんなにかかっていないけれど、入院ともなれば、その他にも色々と費用はかかってくる。ましてや A さんは、慰謝料を支払うとまで言っていたのだ。それを実際にかかった金額しか請求していないのだから、逆に安いくらいだろう。そう何度説明しても。こんなの詐欺よ、本当は当たり屋なんでしょう。と、全く聞く耳を持ってくれない。その日は拉致が開かないと思ったので、後日、夫を交えて話しましょうと追い返した。しかしその翌日、今度は A さんの旦那まで血相を変えて、うちに押しかけてきた。私の妻をはめようとしているのは君たちか？この旦那も、何を言っているのか意味がわからなかった。妻から聞いたぞ、君たちが妻を脅してお金を巻き上げようとしているんだろ。脅しって何ですか？それに巻き上げるだなんて、人聞きの悪いことを言わないでください。こうして A 旦那と話しているうちに、話が食い違っていることに気がついた。どうやら A さんは、旦那に事故を起こした事実などは伝えず、私がお金を要求し、脅していると、嘘をついているのだ。なので、私は医師からもらった診断書を A 旦那さんに見せ、事故のあった日から、今日までを事細かに説明した。しかし、似た者夫婦とはよく言う。A 旦那も請求額に納得せずに、そっちの子供が勝手にぶつかったんだろう。と、言いがかりまでつけられた。愛する娘に怪我をさせ、さらには言われのない疑いまでかけられては、我慢の限界だ。私はすぐさま A さんに電話し、あなたが旦那さんにも嘘を言って、反省の、ハの字もないことは、よくわかりました。もう賠償請求を受け入れないなら訴えます。そう単価を切ると、やれるもんならやってみなさいよ、と、怒鳴ってきたので、そのまま電話を切った。そして、すぐさま夫と相談して、弁護士に依頼。A さんの自宅へ、内容証明を送付した。最初は実費のみの請求だったが、弁護士さんの勧めで、取れるだけ取りましょうということで、金額も上乗せしてもらった。受け取ったであろう A さんから、すぐに電話がかかってきたが、あとは弁護士を通してください、で、ガチャ切り。その後の対応は、すべて弁護士さんにお願いしたんだが、最初は突っ放ねていたらしい。しかし、徐々に減額してくれに代わり、被害届けって今からでも出せるんですよ。って、言葉で真っ青になって最終的に支払いに応じた。その後も、いつものように毎日幼稚園の送り迎えもしているが、A さん親子に会うことはなくなった。今回のことで、A さん夫婦は大喧嘩。さらに慰謝料の支払いの件で、A さんが貯金を使い切っていたことが、旦那にバレて家を追い出されたんだとか。確かに、ブランド物持ってたりとか、今まで羽振りが良かったもんな。任には払いたくないってケチるのにね。娘はその後、後遺症もなく、毎日元気に走り回っている。ただ一つ、今回のことで、春間がやたら秋を心配するようになって、ちょっと微笑ましい。その後、あの一家がどうなるかなんて、知ったこっちゃないけど、もう顔見なくて済むと思うと訂正する。続いてのお話は、こちら。私の机がいたずらされて、ボロボロになってたので、犯人の机と交換した結果。私はどこにでもいる、普通の女子高生で、クラスではおとなしい方で目立たない。だからだろうか、私は同じ女子の中のギャルっぽい子たちから、いじめの標的にされてしまった。最初はいじり程度だったのだが、次第にそんな行為がエスカレートしていった。いじめの批判はこの遠藤かな子、このクラスの女子の中のリーダー的存在だ。ねえかな子、彼氏とはどうなの？え？あ、結構順調だよ。友達も多くて彼氏もいる。学校内のカーストの最上位にいる子だ。そんなかな子が、私にちょっかい出すようになったのは、1ヶ月前からだ。かな子が女子を誘ってカラオケに行こうとし、その誘いを断ったのだ。それからかな子が私を目の敵にするようになった。なんでも、誘いを断った私のことを、調子に乗っていると、他の生徒に話し回っているらしい。それだけのことで？そう思ったが、どう感じるかは個人個人が違う。まあ、気にしなければ、そのうち飽きるだろうとそう思っていた。ねえ渡辺、飲み物おごってよ。なんで私が？最初はこんな感じでたかってくるだけだった。はぐらかしていれば、そのうち諦めるので、あまり気にはしていなかった。というか、なんでそこまで仲良くないあんたに飲み物をおごらないといけないのよ。さらに問題なのは、彼女に友人が多いことだ。類いは友を呼ぶとはよく言ったもので、その子が嫌いなら、私たちも嫌いと、かな子が私を気に食わないだけで、クラスの半数の女子も私をよく思わない。床ってノリ悪くない？あ、わかるわかる。女子の集団意識というものは恐ろしい。リーダーがこうだといえば、そうなってしまう。まるで会社だ。それでも私が負けなかったのは、
少ないが友達がいたからだ。気にしない方がいいよ。そうよ。私が何を言われようと、二人は味方でいてくれた。同じようにいじめの対象になっても、この二人は一緒にいてくれた。でも、私のせいで友達がクラス内で立場を失っていると思うと、心が痛んだ。気に入らない奴と話をして、仲良くしてるから、あいつも気に食わない。かなこはそんな考えを持っているのだ。だから、関わったらその人も、クラスの女子から目の敵にされてしまう。それがすごく嫌だった。あれ？私の筆箱。教室に戻ると、机の上に置いていた筆箱がなくなっていた。かなこがニヤニヤしながらこちらを見ている。おそらくかなこの仕業だろう。なんでこんな幼稚なことをするのか、理解ができない。焦る姿を見て何か嬉しいのだろうか？仕方なく探すと筆箱はゴミ箱の中にあった。汚い。何ゴミ漁ってるの？汚い。ゴミ箱から筆箱を取り出すと、かなこは大声でそう言った。これが狙いだったようだ。筆箱から筆記用具を取り出し、水道で洗った。幸い、私の筆箱は布製なので、洗えば汚れは取れるし、匂いも消える。筆箱を洗いながら、悔しくて涙を流してしまった。なんで私がこんな目に、私はいつしかそんなかなこに、何か仕返しはできないかと、考えるようになっていた。何かをしてかなこに恥をかかせることはできないか？授業中もどうにかしてかなこをラフンと言わせてやれないかと、あれやこれや考えるようになった。誰にも気がつかれない方がいいと思い、朝早くに学校に行って、教室内で何かできないかを考えた。なかなかいいアイデアは浮かばない。しかも、席替えでかなことは隣の席になってしまった。おい、ゴミあさり女、ゴミやるよ。あはははは。負けたくなかった。こんな奴に負けて、不登校なんかには絶対になりたくなかった。だから私は、どんなに辛いことがあっても学校に行った。そんなある日だった。いつものように、何かかなこに仕返しできないかと、考えながら教室に向かうと、私の机がホッチキスの針だらけになっていた。ここまでする？思わずそんな独り言をつぶやいてしまった。早く机を元に戻そうと思った瞬間、とあるいいことを思いついた。そうだ、この机をかなこの机と入れ替えてしまおう。おそらくかなこは昨日、誰よりも早く家に帰った。いつものように、大きな声で彼氏の話をしていたので、彼氏とデートだったのだろう。なので、私の机がこうなってることをかなこは知らない。おそらく、やったのはかなこの取り巻きだ。私も昨日は早めに帰ったけど、かなこ以外でこんなことするのは、あの取り巻き二人だ。これをこうして、早速自分の机と、かなこの机を入れ替えた。そして、一旦教室を出てトイレにでも隠れ、みんなが集まってきて、机の状態がクラスで話題になっているところで、私が先生を呼んでくる。そして、先生に、あたかも第一発見者であるかのように、机のことを報告に向かった。先生、かなこさんの机がホッチキスだらけでかわいそう。なんだって？戻ると、ちょうどかなこが登校しており、机を見て唖然としていた。そんな姿を見て先生はかなこを心配する。大丈夫か？おいお前ら誰だこんなことをしたやつ。手を挙げろ、これは立派ないじめだぞ。そう先生が言った瞬間、取り巻きたちの顔が真っ青になっていった。かなこは、まさか自分がいじめられると思っていなかったようで、プライドはズタズタ。その場で涙を流してしまった。先生が大激怒している中で、私たちがやりました。でも相手を間違えたんです。なんて取り巻きたちも言えるわけがない。それに、私は先生と一緒に今登校してきた感じになっているので、犯人だとはと巻きたちも思わないだろう。先生は悲しい。こんなことがクラスで起こるなんて、お前らもう高校生だろ。子供みたいに、誰かをいじめて何が楽しいんだ？いいか、いじめをしていた奴は、いじめられた奴より、子供だということを肝に銘じておけ。私は、かなこの席の隣で、笑いをこらえるので必死だった。決定的ないじめの証拠があり、いじめの対象になったのが、元いじめっ子という構図。そして、そんな先生の話を複雑な心境で聞いているかなこ。その後も、先生はかなこを気にかけていた。かなこはその度に、気まずそうに返事をしていた。そして、とどめになったのは昼休みの男子のこの一言だった。まあ、いじめられそうだもんな。陰湿ないじめとかしてたし。聞こえていないと思って、男子は言ったのだろうが、かなこにはしっかり聞こえていた。かなこの顔色はどんどん悪くなった。
その後、私のいじめはなくなった。それどころか、かなこは少しおとなしくなった。今回の件が随分身に染みたらしい。自分が、誰かに嫌われているのかと思ったのか、それとも、先生からのあの説教を自分に当てはめて反省したのか。どっちにしろ、私へのいじめはなくなったので、どうでもいい。よかったね、遠藤さんに何もされなくなって。でも、遠藤さんを嫌ってる人ってやっぱりいたんだね。誰だろうね、あんなことしたの。そうね、誰かしらね。実は私です。なんてことは言わないけど、これで懲りてくれたのならいいのだけど、そんなことを考えながら、私はちらりと、鳥巻たちの方を見て笑う。その後も、鳥巻たちはしばらく、なんで机がかなこの机と入れ替わっていたんだと、真犯人を探そうとしていた。もちろん、私も疑われたが、後から教室にやってきていたので、鳥巻たちには怪しまれたが、犯人だとはバレていない。いじめられる側の気持ちをかなこが理解し、もう二度と、あんなことを誰かにしないことを私は願っている。それで自殺しちゃう子もいるから。